ある種それは元役者であろうが今役者であろうが役者じゃない人であろうがあろうがあるやっぱりますよ、ね、うまあ非常に分かりやすい例では久保塚洋介、うん、あの池袋ウェストゲートパークで非常に妙な役をやって、うんうん、やっぱ彼はあの役でブレイクもしたし、うん、その後いろいろあの数奇な人生をね歩んできてる。でも表現者としては 誰しも手が届かないところにいるわけですよ。いま、うん、だにあの仲良くさせてもらって、彼今陶芸とかにハマってるみたいだけど関西で。うん、あのやっぱりそういう仲間がたくさんはいないです。僕あんまり俳優とは付き合わないんで、んあの本当に数少なくはいます。でもそういう方々はお互いに影響し合って、うん、あのお互い死ぬまで頑張れるかなっていうふうに思いますね。うん、あの妻夫木さんはね、それこそ池袋、うん、ウエストゲートパークで本当にちょっとだけ あのす,まあ、すれ違ったぐらいの仕事でしかなかったけども、うん、ずっとやっぱり彼の出てる作品は気になっていて、うん、特に最近の「ある男」なんていうのはもうすね、うんうん、そこに現れている顔ともちろん今回の「ゲットレディの顔は全然違うし内面も違うんだけども、うん、非常に興味深いどんな役にもあのなんて全,全身はまっていく人。うん テククニックじゃなくくててて全身でハマっていく人っ人だから逆に怖いですなんかこの演出この意味はどうなんだってこう、うん、何かちょっと議論ね立ち止まって議論になった時に、うん、やっぱ彼の持ってる演技に対する迫力って、うん、僕はなんか説得できないものがあるような気がして、うん、ちょっと威夫の念を覚えるタイプですね。 藤原君はやっぱり二川さんによってすごく変わってきた人だから、うん、あのやっぱ同じような意味で表現に対する強い信念があるので、うん、あのテクニックとしていろんなことをちょっとコメディ的なこともやってもらうんで、うん、面白いんだけどもやっぱり根っこの部分であのテレビドラマとはいえ、うん、そのこの個性を演じてる俺がいるんだよっていう迫力はすごい。 だこの2人のマッチングっても最高ですね。そ